2月9日に開幕する平昌オリンピックはメダルの数も気になりますが外交にも注目してください。韓国と北朝鮮は1月約2年ぶりに対話を再開しましたただ一つ注意すべきなのはこの南北対話で核・ミサイル開発について一歩も譲歩する兆しはないということです。 非核化の議論を拒否して、米韓合同軍事演習の中止も要求しています。金正恩委員長は、新年の時で核開発の完成というものを宣言しました。これは、優位な立場で早く米国との直接交渉に持ち込みたいという狙いが伺えます。北朝鮮に対する国連安全保障理事会の制裁や、 日米韓など関係国の独自の制裁の強化で北朝鮮の統治資金が減長しているという見方が広がっています南北の統一機や共同入場アイスホッケーなど五輪チームの結成や美女応援団の派遣など南北間の融和ムードが高まることが予想されます一方で開幕前日の8日には北朝鮮が軍事パレードを準備する動きもありまして オリンピックを政治利用するのではないかというような思惑も伺えますオリンピックの開会式にはアメリカのペンス副大統領や日本から安倍首相が参加します北朝鮮も幹部を派遣するとみられます開幕式を通じたオリンピック外交で米朝間の接触があるのか日米韓と北朝鮮の間で オリンピック以外の議論が何らかの形で行われるのかこうした点にも注目が集まりまりす北朝鮮もオリンピックに対して狙いがありますので金正恩委員長もオリンピックの期間中に何らかの軍事的な行動に出るという危険性は少ないというふうに考えていいと思います。 しかしオリンピックが終わった後にどうなるのかということについてはアメリカも北朝鮮も表明していないのでこの点については今後の状況を見守る必要があるかと思います。オリンピック・パラリンピックが終了する3月18日以降も南北対話が続くのか韓国内の融和ムードが冷えるのではないかという可能性も指摘されています。 アメリカと韓国はオリンピックの間中合同軍事演習をしないと先延ばしを表明しましたがオリンピックが終了した後は合同軍事演習を実施する見通しです核やミサイルの挑発に再び出るのではないかという懸念もあります米朝間の偶発的な衝突など危険な状況というのは今後も続くと思われます 日本も拉致問題の解決など北朝鮮と対話によって解決できる問題というのも多く抱えていまして単純に圧力をかけ続けるだけではなくてどういうういい外交的な戦術を使ってて北朝鮮に対して情報を迫るのかという部分も必要ですその場合日日本とアメリカと韓国が足並みを乱れずに一致して北朝鮮に対して制裁を続けながら 対話を求めるという姿勢が必要なんじゃないでしょうか。